回は冬瓜に含まれる食物繊維について紹介したいと思います。冬瓜は量は多くはないですが、不溶性と水溶性の食物繊維が2対1とバランスよく含まれています。そのため大腸を刺激して便通を促したり、水分を含んで便を柔らかくしたりと便秘を予防する効能があります。また便秘の解消に加え、コレステロールや老廃物などを排泄する作用があることから、大腸がんの予防にも効果があります。次回は冬瓜を食べる時の注意点について紹介したいと思います。